流儀ですね。今回は、結果を出すことが正義。結果を出すことが正義。まあこれですね、最近久しぶりにですね、レポートを作りました。まあ単行小説、わかんないですけど、80ページぐらいかな。うん。まあ結構ね、ちょっと疲れましたけどね。で、感想いただいたんですけど、まあそのね、新世界51の言葉みたいな感じで作ったんですけど、まあ有料でそのうち売りますんで。で、その言葉の中に、まあ、続けることが正義ではない、結果を出すことが正義であるみたいな言葉を書いたんですけど、結構ね、まあ僕の動画見てる人って、なんかまあ僕続けろ言うんで、やれやれ言うんで、やってますみたいな人、まあやらない人、それでもやらない人もいるんですけど、まあなんかその、なんだ、やってることの自分に惚れてしまう。なんかやってる自分に惚れてまうやろみたいなね。なんか結構そういう人多くて。でもね、なんかその一日動画一本とかなんですよ。ね。まあ確かにまあいいんですよ。いいんですけどもさ、僕基準、流儀、僕基準で言うならば、ね、一日100本ぐらいやったらそれはすげえなって言いますけど、なんか一日一本で何がすごいねんって思っちゃいますよね。僕は僕の基準ですよ。うん、別にその、で、なおかつ、じゃあ、量をやったから正義なのかっていうわけでもないんですよ。量をやったからっていうのも正義ではなく、何のためにやってんのかって話で、やってる理由はたった一つしかないんですよ。売り上げを上げるだけなんですよ。で、僕の場合は、広告を出さないって決めてるわけですよ。で、広告を出さない。なおかつ、一つの動画の再生数が少ないわけですよ。わかります?結果を出さないといけない。で、集客、結果を出すためには集客をしないといけない。露出していかないといけない。だけど、広告費は絶対使わないって決めてる。じゃあ、無料で行くしかないじゃないですか。じゃあ、無料で、そのリーチを広げていくために、僕がやってる戦略は、単純に、1動画1アクセス、新規アクセスぐらいに思ってるんで。わかります?でも、多くの人って1本で何万回とか何十万回とかじゃないですか。いや、僕は1本1人新規のお客さん見てくれればいいなぐらいの戦略でやってるので、だから、おのずと動画は多くなるってことです。うん。で、なおかつ、僕の YouTube に関しては検索流動が非常に 50% です。検索流動、アナリティクスでもデータ出てるんですけど、検索流動 50% です。わかります?だからもう、ありとあらゆるキーワードね、全部網羅したれと。だって検索キーワードはこの世からなくなることはないので、検索され続けるので、だからありとあらゆるキーワードを網羅しとけば、まあまあ何もしなくてもある程度アクセス来るわけじゃないですか。今も常時3000回ぐらいね、多い時は5000回とか行きますけど、常時48時間で回ってますから、そのデータ見てますし、なんで、だから僕はそういう戦略をやってると。なんでやってるかっていうと、集客必要だからです。単純に。でも1本あたり数少ないと。だけど、それを1万本やったら結構な、まあまあなるじゃん、みたいなね。そんな感じのノリです。しかも無料でできるんでね。だけど、みんなやることがね、なんか正義みたいなね。いや、やることが正義じゃなくて、結果出すこと、何のためにやってるのかっていうと、売り上げ作るためなんで、だからそこは、まあ、ステージごとによってね、まあ、変えてって、変えるんでいいんですけど、ずーっとなんかやることに美徳みたいなね。努力することがすごい。俺は頑張っている。うん。申し訳ないですけど、この資本社会の中で、別に仕事サボっても結果出てるやつは認められますから。そうです。会社ってそんなもんですよ。だって、どんだけ努力しててね、会社のために頑張ってくれてても、会社の貢献をしていない。まあ、会社の貢献って売り上げ以外の貢献もあるので、例えば、なんかその会社の雰囲気が、その人が仕事頑張ってくれるおかげで会社の雰囲気がめっちゃ良くなるってなれば、売り上げじゃないけど会社に貢献してるじゃないですか。でも、その頑張ってる、例えばなんだろうな。例えば会社の自動販売機があるとするじゃないですか。会社の自動販売機ね。会社に自動販売機が置いてあって、部長おはようございますみたいな。めっちゃ磨いてるわけですよ。努力してね。毎日その自動販売機を磨いてるわけですよ。上司は思うわけですね。頑張り方間違ってるって言って、ね。お前は自動販売機の営業マンかと、ね。キリンの営業マンかと。コカ・コーラの営業マンかと。話ですよね。わかります。でも頑張ってるんですよ。自動販売機磨いて。
努力してるんですよ。いやいやと、いやいやと、いやいやと。でその人はこう思ってるわけですよ。なんで自動販売機をね磨いてんのかっていうと、毎日みんながこの自動販売機で買う、だからあのこの自動販売機綺麗にしてた方がいいよねみたいな。うん、まあ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 いいんだけどみたいなね。いいんだけどみたいな。あ、まあトイレ掃除とかもね。そう、ぶっちゃけトイレ掃除、あの トイレのおばちゃんやりますよ多分。まあその会社規模によって変わりますけど。そう、だからその会社が求めてることですね。まあ それこそこに対して努力して結果出すってことが大事ですね。いや求めてないものを努力してもしょうがないので、だからそのユーザーは、あなたの お客さんはあなたが努力することを求めてるんですか？お客さんはあなたが努力することを求めてるんですか？求めてるのは、お客さんが求めてるのは自らの結果、自らのがどう変わりたいかっていう、そんな何か、うん、価値ある話だったりとか、自分にメリットがある話だったりとか、自分に何かなんかあの面白いものだったりとか、そういうものを求めてるわけですよ。だあなたの努力を求めてるわけじゃないんですよ。わかります？でもビジネスって相手が求めてるものを提供するっていうのは基本ですよね。そうじゃないですか。うん。だからなんかそこね、結構ずれちゃう人多いので、じゃあ僕が借金2000万返せたのも結果出したからですよ。まあ何回も自己破産考えましたけど、何回もつても3回ぐらいか。3、4回いろいろ考えた部分ありますけど、でもそれでも、あの、売り上げ作って、這いずり回ってね、這いずり回って売り上げ作ってきたわけですよ。本当に。だからやりたくないことも相当やりました。やりたくないことって、個別であって個別クロージングです。ね、コンサル100万とかでね、売ったりとかしてましたよ。個別であって。マックスは180万売ったんですけど、それも、行きたくないですよ。あの、お茶会とか。お茶会も行きたくねえ。お茶会行きたくない、ないな、お茶会って。行きました。行きました。行きたくないけど行く。だって個別でクロージングしていかないといけないですからね。そっちの方が成約率上がるんで。まあ、泥臭くね、足で稼ぐっていうね。直接会って、直接会って、直接聞いて、で、直接クロージングする。やりましたよ。やりました。だってウェブでそんな100万とか売れないですからね。ウェブで。ウェブで100万、なかなか売れないですよ。昔ね、あの、与沢さんと小玉歩さんの、なんとかネットプロデュースね、レター1本でね、100万で売ってて、なんか100人ぐらい売ったらしいんですけど、すげえな、みたいな。化け物だな、みたいな。あれはすごかったね。ちょっと、僕はね、衝撃を受けましたね。レター1本で100万売るって、まあまあ難しいですよ。ネット上で。いろいろ経験してきましたけどね。まあ、そのバックエンドでね、なんかかましてかましてバックエンドで100万だったら分かるんですけど、フロント100万ですから、フロント100万すげえ強気だなと思いましたけど、まああの時イケイケだったんでね、まあ数もあったでしょうし、いやあれすごかったですね。まあ僕はそういうこと無理なんで、レター1本で100万の商品売れないですから。あってね、泥臭くクロージングしていかないと、うん、だそういうのやってますからね。うん、だって借金返したいんで、返したかったから。うん、まあそういうことで、結果を出すことが正義ということでございます。はい、いってらっしゃい。